どうも、ランディです。新しいパソコンにも乗り換え、リクエストの不法移民問題のビデオに取り掛かって最中、昨夜、最高裁判所のギンズバーグ判事が亡くなられました。去年、87歳。彼女の死は移民問題だけでなく、投票権や妊娠中絶など、アメリカの国にとって非常に大きな影響を及ぼしかねないので、至急、彼女の死と、それによって考えられる影響のビデオを作成することにしました。自分も大学院で法律を勉強しているときに彼女に会ったことがあり、すごく賢くて頭の切れる人でしたね。僕も尊敬していた人だけに彼女の死は非常に残念でなりません。ギンズバーグ判事の死による影響を理解するには、まずアメリカの憲法とアメリカの法律の仕組みを理解しなければなりません。アメリカ憲法は第一章で議会と立法及び議会の責務を制定しており、第二章では大統領と行政、三条が司法、四条は州と連邦政府の関係、五条は憲法改定方法、六条は憲法と法律の位置づけ、七条は憲法発行確定を制定しており、憲法の本文は政府の形状と責務が制定されているに過ぎません。国民の権利が記されていなければ、政府によって侵害されてしまうことを恐れた建国者たちが、憲法発行後、早速改定案12案を提示し、そのうち10案が改定として議会に認められ、後に3分の2の州によって承認されました。これら最初の10改定をまとめて、Bill of Rights、権利章典と呼びます。有名なものでは第一条が発言、思想や抗議、メディアの自由を保障し、第二条は銃器の所有、第五条は適正な法の手続きの保障や自分に不利な発言の強要禁止を定めています。ギンズバーグ判事の死で重要となってくるのは第10改定。こちらの改定は、この憲法が合衆国に委任していない権限、または州に対して禁止していない権限は、各々の州または国民に留保されると書かれております。これを簡単に言うと、連邦政府と連邦議会は憲法が明示した責務と役割しか行ってはならず、憲法が明示していない責務や役割は州の権限であるということを意味します。例えば、アメリカ憲法は警察権を州に付与しているため、殺人や強盗といった刑法は各州が制定するもので、連邦法に殺人罪や強盗罪はないです。もちろん民法も同様で、憲法に明記されていなければ連邦議会が割り込むのは禁じられています。そこで連邦議会が力を誇示するために利用したのが憲法で、明確に連邦議会の責任とされている商業です。各州の法律は州の範囲でしか効力がないため、州と州をまたいで行われた犯罪に州が法を制定することができません。そこで、州をまたいだ犯罪は国の商業に悪影響を与えるという解釈のもと、連邦議会は週刊商業法を制定し、州をまたいで行われた犯罪を連邦法で取り締まるようになりました。FBI が銀行強盗に関わるのもこのためで、銀行の建物そのものは一箇所にあれど、銀行は日常的に全国レベルで取引を行っているため、銀行を強盗するのは州と州の間の商業を害する行為として連邦法で取り締まることができるからです。ちなみに強盗中に殺人等が起きた場合は、連邦裁判所で強盗行為を連邦法で罰すると同時に、殺人など犯罪が起きた州の刑法を適用して裁かれます。ギンズバーグ判事の死で一番危ういのは、女性の生殖権を保障し、アメリカにおいて妊娠中絶を合法とした1973年のローブ・イ・ウェイドです。アメリカに多いキリスト教徒は中絶を殺人行為とみなして反対し、ローブ・イ・ウェイドを覆して中絶を違法化するのが目標です。トランプが先日発表した最高裁判事候補リストには、ローブ・イ・ウェイドの転覆を公の目標としている極右保守の裁判官もおり、ギンズバーグの後任にこのような保守思想の判事が承認されたらば、裁判所は6対3で大きく保守に傾倒することとなります。ローブ・イ・ウェイドだけでなく、ブラウン V 教育委員会も実は6対3の保守系裁判所が下した判決ゆえに、今まで僕は政治思想にとらわれず、判事たちは憲法に沿った判断を下してくれるであろうと信頼しておりましたが、
先日の中絶を争う件でも合法化が守られましたが、僅差でのことであり、トランプが狙う極右保守思想の判事が承認されたら、近いうちにロー v ウェイドがひっくり返される可能性も大いになります。女性の権利だけでなく、移民問題や差別是正措置や投票権も大きく後退する危険があります。が、上院が承認まで持っていけるかは不明です。トランプはもちろん、今すぐにでも後継ぎを命名し、承認作業を進めたいですし、マカネル上院指導者も、早期にトランプの出す候補者の承認投票を行うと表明していますが、上院の共和党議員が協力するかどうかが微妙です。現在上院は53対47で共和党が与党状態ですが、すでに来たる選挙において共和党の与党保持が危ぶまれている結果が出ており、何より議員たちは各々の州で選挙運動真っ只中です。選挙まで45日しかなく、今まで最速で承認された判事は48日間。今すぐ議員たちを呼び戻しても急速でことを進めなければならないですし、そうなると議員たちは皆今日から選挙日まで選挙運動を中断しなければならないです。そうでなくても再選危うい席が6つほどあり、それらを失えば共和党は民主党に単独過半数を渡しての野党落ちとなります。特にメイン州のコリンズ議員はレイプ疑惑が課せられたブレッド・カベナ最高裁判所判事に承認票を投じたことと、トランプの弾劾裁判で無罪票を投じたことに対してメイン州の有権者が激怒し、すでにコリンズ降ろしの行動に出ています。彼女が保守的判事の承認に投票すれば敗戦確実で自分の首を絞めることとなります。またアリゾナやコロラドで危ぶまれている議員席も同様の問題を抱えており、マカネル上院指導者自身も他の議員ほどではないにしろ、まあ、接戦を迫られており、この件の出方次第では有権者の怒りを買い、ライバルに勝利を送る行為になりかねないです。トランプの重鎮として知られるグラハム議員もベテラン政治家でありながら、トランプへの支援が災いし、再選選挙は接戦中です。彼も出方一つで勝ち負けが分かれる立場に立たされております。このように数々の共和党議員が厳しい状況に置かれているので、公認判事の承認過程も一筋縄ではいきません。マカネルが承認過程を進めようとしても、民主党議員は絶対反対して出席しないでしょうし、共和党議員も選挙運動で忙しい上に有権者の反感を恐れて前進に必要な定速数が出席しない可能性もあります。たとえ定速数に達したとしても、投票を控える議員が出るのはほぼ確実で、たった4人が反対票か投票を控えれば、共和党はペンス副大統領を入れても過半数の51票に達せず、承認失敗に終わる可能性もあります。バイデンは大統領選の勝者が判事の後任を任命すべきだと表明しており、来週の討論会でもトランプに勝者が任命するよう約束を取り付けようとすると思いますけれども、トランプは目の前のものしか見えない人間なので、多分拒否して強制的に承認過程を進めていこうとすると思います。トランプは今バイデンに10点以上の差をつけられており、承認過程を行おうとすればさらに有権者の反感を買い、自分の敗戦だけでなく上院下院双方における共和党の大敗を引き起こしかねません。下院はすでに民主党与党であり、上院も共和党が野党となってしまえば民主党は共和党の協力なく単独で法案を可決することが可能となり、大統領もバイデンが勝てば次々と民主党が望む法律を制定することでしょう。共和党はこの先の動きを慎重に検討すべきなんですが、まあトランプがせっかちなために必ず邪魔をして共和党にとって非常に厳しい状況を生み出す見込みです。先見難しいのは保守系判事が承認され大統領上院下院ともに民主党になった場合です。最高裁で妊娠中の中絶が違法化されそうになれば議会はそれを阻止する法案の可決に動くでしょうが、これまた大樹改定に違反する議会の責任超過ではないかと絶対、裁判所の方で争われることになるので、議会が中絶の違法化は州と州の間の商業に悪影響を与えると正当化できるかどうかが目玉になると思います。
しかし、そうであったとしても、保守側は中絶の合法違法を決定するのは、憲法が州に与えた権利であり、連邦政府の権限外であると争うと見られるので、保守判事の過半数最高裁で、リベラルに有利な判決を勝ち取るのは困難を極めることとなると思います。まあ、6対3で保守に傾倒している最高裁で法案が否決されたのであれば、唯一最高裁の判決を無効化できる憲法の改定に向け、いろいろな行動が生じると思います。しかし、上院、下院、双方で3分の2の賛成票が必要な上に、その後、3分の2の州である38の州が承認をしなければならないため、たとえ司法、行政双方を民主党が握っていても、憲法改定は長く厳しい道のりになります。いずれにせよ、ギンズバーグ判事の死により、アメリカは今大きく変わろうとしているのは確実です。その変化をしっかりと見届け、こちらで皆さんに分かりやすく説明していきますので、これからもよろしくお願いいたします。今日は以上ですけれども、不法移民問題のビデオは明日中に上げますので、見逃さないように今のうちに登録をお願いします。それでは次回まで。See you!